はい、ということで皆さんおはようございます。今日は2023年11月の19日日曜日ですが、冒頭見ていただいた雪はですね、昨日の午前中、11月18日ですね、なので、土曜日の午前中に降った雪で初雪です。ちょっとね、まあ初雪ここ数年で言うたらちょっと早いんじゃないかな。11月の、ね、20日より前、まあ、とにかく、まあ、11月中に降ること自体がちょっと早いんですが、昨日はね一日冷えまして寒い一日でしたが、まあ今日は打って変わってね、このように晴天でございます。はい、そんな感じでね、今日はちょっとミニ白菜の補助にやってまいりましたので、ちょっとその様子を見ていただこうと思います。それでは今日も張り切ってハッピーチゲン菜ミニ白菜。はい、ということでね、前回の動画でもちょっとお話ししたと思うんですが、ミニ白菜の様子が、芳しくないといまいちな状態ですということでお話ししたと思うんですが、なんかねこんな感じで葉っぱに色ムラが出て、どうもガシガシしたような葉っぱになっておりますね。なんかこれ要素欠乏か、なんか要素型なのか、まあここはですね10月1日に定植したんですが、この前は稲がまあね水稲をやっておりまして、鹿にやられてほぼ収穫が見込めないね、お米が収穫が見込めなかったので、草刈り機で、刈りまして、ですき込みまして、その後に、一般的な、まあ、白菜のね肥料設計でやったわけですが、土壌診断をせずにやったんでね、何かしらの要素不足か要素型かねえ。で中もねこんな感じで、ちょっとこれ尻腐れかなんか、これもう芯まで、中は出てないんでね、軟腐ではないですね、軟腐ではないと思うんですが、芯から腐ってきている感じです。ほぼね、ほぼどの株もこれはちょっと良さそう。ああ、ちょっといっとくな、これも。ね。ということでね、ちょっとあっちも行ってみましょうか。はい、こちらはもうやっぱりこうね、おかしいですね、これも多分シーラーのはずですね。芯から腐ってますね。
ぼ全部そんな感じですね。はい、ということでね、こんな感じで、中から腐ってほぼね全部こんな感じです。まあいろいろ何回かね、まあ、殺菌剤防虫剤いろいろ防除は何回かしたんですが、害虫被害の方はないようなんですが、ちょっと病気にやられたのか、これちょっとまあ何が原因なのかいろいろ考えてみたいと思いますが、まあそんなこんなでね、初めてのミニ白菜、まあちょっと失敗と言わざるを得ません。ほぼ全滅です。数株ね、何株か取って食べれるのがあればいいかなというふうに思います。はい、なのでまあ今回初めてまあやったわけですが、悲惨な結果になりました。なかなか思い通りにはいきませんが、まあまあ、まあいろいろ原因を考えながら、原因と対策を練りながらね、またミニ白菜にチャレンジしたいと思いますが、今回は大失敗という結果となりました。ということで今日はこの辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また明日。ハッピーチゲサイ。ミニ白菜ダメか。